どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで、全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、mail@fm797.co.jp。mail@fm797.co.jp までお寄せください。よろしくお願いします。お願いします。さて、はい、単独ライブもすべて終わりましたね。終わりましたね。長かったですね。まあ4月からずっとやってましたけど、はい、最終のね、まあ要するに千秋楽は大阪で、うん、大阪池田市、うん、市民文化会館ですか。うん、まあでもね、盛り上がり。うんもあって、よかったんじゃないですか。もう、なんすかね、なんか3時間ぐらいやるのが当たり前みたいになっちゃってましたけど。いや、ちょっともうね、次回から変えますよ。っていうのは、はい、やっぱりこれ2年越しだったわけですよ、今回ね。はい。で、ちょっとなんかこう、まあ俺の癌のこともあったし、うん、まあ話題が豊富だったっていうのはあるね。まあまあ、そういうのはね。富澤の病気もあったし。若干あったかもしれないですよね。まあちょっと、せめてね、うん、2時間。まあ、そのぐらいがいいんじゃないですか、やっぱりね。うん、2時間で、ちょっと長いくらいだもんね。うん。うん、だからなんか、映画とか行っても、やっぱり2時間以上、見てらんないのって、ちょっと、どっかで切れるじゃないですか。ぶち切れますね。いや、ぶち切れるっていうか、集中力がね、やっぱり。集中力も切れて。長いなっていう感情がやっぱ出てきちゃう。精神的にもぶち切れますから。ねこのままじゃ本当にタイタニックって言われますからね。うん、3時間超えの。3時間45分ですか、あれは。タイタニックって言われてますから。うん、面白いんですけどね。そうそうそう。うん、まあね、いろいろやることもあるから、うん。でも楽しいなと思って相変わらずさ。まあライブはいいですけどね。ライブね。いいね。なんかだからね、なんとかその、次回はその、お客さんもいっぱいにして。いや、本当ですよ。満員にしてね。マスクもね。うん。取れるといいなっていうのはね。そう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 。うん、やっててやっぱ思いますよ。うん、本当だね、うん。なんかこう、やりがいが、やっぱ違うよね。うん、やっぱ出てて、空いてんなっていう感じがね。うん、そうそう。客席が、思っちゃうとこありますから。ね。うん。なかなか。だってさ、コロナ禍以前にも、やっぱマスクってしてる人いたけど、うん、変な話、あ、どうしたんだろうな、風邪ひいてんのかなって思っちゃう、まあ、ようなね、感じじゃん、マスクしてたら。うん。うん、でも今それは全員だからね。そう。やっぱ笑いもこもるし、うん、まあ、でかいところでやりますから。なんかね、これは受けてんのかどうなんだろうみたいな。うん、そうそうそう。やっぱ今までと比べるとね、これあんまり受けてねえのかなとか、なんかね、考えちゃうんでね。うん。だけどなんかお客さんもお客さんで一生懸命考えてくれてさ、うん、ね、うちわで書いてくれたり、メッセージ書いてくれたり、うん、あと拍手をもういつも以上にこうね、大きく手叩いてくれたり、うん、なんかこう一生懸命僕らを盛り上げるというか、はい、なんかそういうのやってくれてたから、そうですね。なんか嬉しかったね。どうなっていくのやらですけどもね。そうだ、そうだね、うん。やっぱでもなんか無観客みたいな、うん、配信みたいのはちょっと合わねえなっていうのはどうしてもあるので。いや、もうぶっちゃけさ、配信にしましょうかっていう案もあったんだよね。うん、本当にコロナ禍の時、うん、厳しい時。うん、だけどそれは嫌だと、うん。配信をしたくないと。ちょっと痛い目に遭ってるし、うん、漫才サミットでね、うん。できないと。客誰もいない中で。どうしてもやっぱり乗ってこないというか。乗ってこないね。ネタ見せだからね。やっぱ間も違ってきますし、うん。そうだね。自分たちがやっぱり乗らないっていうのは。ネタ見せでさえ誰か見てるからね。そうなんだよ。誰も見てないってなんだよ。見てない。カメラだけポツンと置いてあるってなるとね、うん。なかなかちょっとしんどい部分もあるから。そうそうそう。お客さんの反応によってやっぱこっちもね、変わってくるからね。うん、なんかこう、淡々とした芝居ではないわけで。うん。うん、そうなると。そこはでかいと思います、ね。お客さんあってだもんな。うん。まあ来年どうなることやら。うん。ですけど、なんか、もうちょっとね、今、相当前にこのラジオ今多分撮ってる状況だと思うんですけど、うん。東京なんかも、
9人ですって言われて。一桁ですか？一桁。すごくない？そんなことあんのかね。これね、世界で日本だけらしいんだよ。一桁？この、あの、何千人って出てた中で、うん、例えば東京、うん、数ヶ月前は本当に何千人だったじゃん。うん、それがもう一気に、ぐんと減って。だからうまくいってるっていう考え方もあるし。うん、そう。本当かいっていう気持ちもあるし。いやでもどうやら本当らしいよ。ね。病床が余ってるのはもうわかるから、うんうん。病院の人は、いや、そんなことないよってなるから。うんうん、そんな嘘ついてたら。うん、ね、うん。すごいこと、ね。すごいよね。ね。でなんか、今日テレビ見たらコロナっていうウイルスが自滅してるんじゃないか。自滅？うん。あ、もう、誰にも感染できない。うつせない。うん、じゃあもうやめましょう。つって自滅する。すごい賢いウイルスだから。え？自滅してんじゃないか。そんなことあり得る？あるんだって。研究者がそう発表した。ウイルスが自滅する？うん。だってそう。要するに、自害だよね、自害。もうダメだ、つって。そんなことある？何にもやる気起きないと。もうだってわかんないけど、その、本能で生きてるものなんじゃないですか、ウイルス。うん、頭生きるために必死なんじゃない？必死でしょうけど、ね。だから変異していくんじゃない？うん。でもいくら変異しても、うん、もうダメだと。自害し。自害することがあるんですか？自害です。自害。聞いたことないですけど。ダメだ。ダメだ。自害だ。っていうね。わからないなぁ。あるみたいですよ。あ、そうなんですか。うん、またあの電車で、なんかバカなやつが騒いでさ、人切ったりなんかしてたな。ジョーカーはね。ああ。出ましたね。あ、なんなのあいつ。あんなんいたらどうする？考えない？もし自分がその電車に乗ってたらとか。うん、まあ、ちょっと前だけど、東海道新幹線でもあったじゃない、うん。まあよく乗るからさ、電車なんては。だからね、だから実際そのね、そんなの目の前で見ちゃったらやっぱ体動かなくなったりもするだろうし。うん、いけるんであればそれは倒しますけど。一瞬でもそっち考えるよね。いや、考えますよ。で、なんか、動画とかもさ、出ててさ、誰が撮ったのかわかんないけど。うん、写真すごいよね。よくあの、よく回してるよね。撮ってる。うん。なんか、華奢なさ、うん、別に。でも、持ってるわけですよ。なんかナイフみたいなの持ってるんだよね、うん。それはなかなかだよ。どうしようかなって思うけどね。なんか、例えばお前と一緒に行ったら、ちょっとこう、めくませして、俺こっちから行くと思っちゃう。いや、でも、わかるけど、素手でしょ？素手でなんか持ってるやつらさ、うん、多少行くかとは思うけど。なんかちょっと、あれもしかしたら俺だって行ってかな。素手でその、ね。でも、多分そういうふうに考えてるやつもいっぱい乗ってたと思うんだよ。まあ、いないことはないでしょうね。うん、ただ、その、なんだかわかんないのに、うん、向こうからキャーって言われて来られて、それはちょっと怖いよね。それは、何ってなるじゃん。あと火が見えてたからね。おわーなるじゃん。うん、難しいです。あとはさ、なんだろう、やっぱ電車って言うと、どうしてもサリンが頭浮かぶじゃん。あの地下鉄サリン事件。なんかほら、液体もなんか。そうそうそう。かけてたとか。やられちゃうと、わかんないから、もうやばいやばいってなるじゃん。うん。何かが分かってればまだね。あれだなぁ。あれ、なんか液体とか持ってなければ行くなぁ、うん。いやいや、それはなかなかですよ。なんか。うん、だって、なんだ、何ジョーカーの格好してくれてんだっていう話。え、ジョーカーの格好してたの？ジョーカーの格好してた。一緒、服はね。顔まではさすがにやってないでしょ。帰宅ジョーカーだったの？だからそういうことやられると、また帰宅ジョーカーもできなくなる。あ、できないよ、そんな。やりたいわけじゃないけどね。やりたくない、こっち。あ、そうだった多分、そうですね。あれ？ハロウィン？うん。だから、なんかそういう演出なのかなって最初思ったとか。そうなんだ。いう人もいたし。いや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 、あ、そうなんだ。で、電車でね、そんな長い、うん、刃物持って歩いてきたらそれはもうある種煉獄さんじゃないですか。火が出てやってること。ああ、そうだね。だったらもうそっちの格好しててくれた方が分かりやすい。確かにな、ベストだね、うん、ベストだねじゃないんだよ。そう、怪我人も出てますからね。そうですよ、うん、いや、どうする？そういうやついたらもう、だから、あ、
やんなきゃ殺される状況ならそれやるしかないじゃないですか、うん、それ戦いますけど、うん、どうやって戦う。いや俺もいます一緒にね。でもうマネージャーの田中はもうブワーって逃げた。あいつもすぐ逃げた。まず田中を盾にしたいんだけど、うん、でももうこいつは逃げるからすぐね。肉を切らせて骨を断つって言うじゃないですか。はいはいはい。田中をバーンって田中をその犯人に預け、預けたところ田中の背中をドロップキックですよ。最悪だ最悪だ最悪最悪どうしようかなって俺結構考えんだよねこういう時。だ富澤に一回あっち回らせて俺こっちからお前何やってんだよって言いながらこっちにこう視線を向けさせといて後ろから富澤が羽がいじめにしてだまずその武器取っちゃえばね、うん、武器を取らなきゃいけないじゃないですか。別にさ多分そんな武器の達人じゃないじゃんきっと。だからそこも分かんないじゃん。分かんないけど正直、うん、そこの怖さあるじゃん、うんうん、めちゃくちゃなんかね、うん、剣道とかやってて、うん、すごいやつかもしれないし、うん、いやそれだったらもうな格闘技やってるやつかもしれないし、うん、格闘技やってるやつはそういうことしないと思うんだけど逆にね。そうそうそう、うん、だ大丈夫何にもやってないやつだと決めていかないとこっちもいけないです、うん、そうなんだよね。なんかそれこそ缶ジュースみたいな何も飲んでない缶ジュースとかもちっちゃいやつ、うん、コーヒーのやつとか持ち歩いてて思いっきり顔に投げるとか。だからそんなのさ、うん、その電車に乗ってる時にお前缶ジュースなんか持たないじゃん。わかんないよ、まあ、持っていくかもしれない。いや持ってないです持ってないから、ね、だからそれはないんです。熱いお茶みたいな持ってないじゃん。持ってないだからそれはもう違うのそれ違う、うん、持ってたとしてじゃないのよ。そしたらどうするよ。素手で行くのは嫌だから靴を脱いで靴を手にはめてそれで行く。だって下になんか落ちてたら痛いよ。いやもうそれも電車の中だからそんな落ちて、いや逃げ回ってますからなんかいろんなもの落ちてるの。ああそうか、うん、なんか踏んだりしたらさ、うーんそっちでやられる。そうするとなんだろうな、防御できるのは俺今 iPad ぐらいしかないカバンの中に。実は iPad ってめちゃくちゃ痛いじゃないですか。痛い、足に落っことしたり、うん、痛い痛い、顔面に iPad を投げる投げるってなってもあれこういやもう耐えられない。手裏剣みたいにこうあ縦にここ当たったらもう耐えられない。いやもう繊維喪失じゃないそれは。顔に当たったら、うん、それが一個。あもう結構近くまで行ってね、うん、あとはねもう地獄好きだよね。あれめちゃくちゃ痛いから実はあれはめちゃくちゃ痛い痛いけど地獄好きだよね。じゃあもうナイフみたいに持ってるんですよ。うん、届く、地獄好きが届くってことはナイフも届く距離ですから。うん。まあでも、そっか、ナイフか。もう、そこなのよ、まあ。ナイフをこう、まあまあ、蹴りかなんかでこう、跳ねて。そんな突破ファイルみたいなことになんない、ね、もうぶっ倒すしかないよね。ぶっ倒すことはできるじゃん、きっと。あ、でもあいつ座ってたな。まあ、だ最初は歩いてきてるんでしょうけど、だから、うんねえ、その、もう、道具ですよ、何せ。道具をどう話すか。でもさ、大体一人、ものすごい、単独犯じゃん、一人で。ものすごい、唾吐いたら、ペッってやったら嫌がる。うわ、嫌がるな、気持ち悪いな、それ。顔面に、ペッペッって。来たもっとイラつくんじゃないですか。でも、こう、避ける。うん。唾吐かれてるやつに向かっては来ない。来ないな今だそっか、だからまあペットボトルとか例えば持ってたりすればなんか口に含んでピシーってやればいいのか。なるほどね。来る前にそこにうんこしとくとかなんだろうな小学生がどうすっかなと思うんだよね。まあいざとなったらそんなこともできないのかもしれないけどさ、まあまあなかなかねそれ見ちゃったら、うん、刃物に血ついてたって言いますし、それ見たらそれうわって
逃げなきゃっていう方が先になると思うけどね。そうか、うん、でもそんなやつ野放しにしとくわけにいかないからね。いやもちろんね、うん、これはもう戦うしかない、ね、うん、だから結局はなんかもう懐に入っちゃえばね、うん、やりようはあるんですけど、なんかね、うん、地獄好きが一番だから、これ本当にね、何かあった場合、痴漢とかもそうですよ、うん、ね、うん、女の子たち聞いてますか、喉をね、あの手刀でつくつく、これはめちゃくちゃ痛いから、アブドーラザブッチャーのとこ、ブッチャーの、そうそうそう、地獄好き、あんなにやられたら、あれをね、あの手加減せずにもう振り抜く感じあれはしばらくダメージ食らう。あれは入ったらきついっすよ。あれ入ったらきつい。昔地獄好きごっこしてたけど、友達、うん、マジで喉に入ると思うよ。ほんと、1時間ぐらい痛いから。うん。うん。ある種も思い出したらね、そういう時にね、うん、地獄好きは有効だと思う。そう。あともう目を、こう、手刀で、両目をシャッてやる。その霊みたいなね。いや、それできりゃそれはそうだよね。うん、目を封じるか。目封じるのが一番だと思う。あとはもうそいつをもうさ、とにかく、そいつ悪いやつだから、うん、手加減いらないからさ、うん、もう腕を折っちゃう。あと指とか。もうだから、もうそこはもうそらそうなんでしょうけど。うん、足の指を折るとかね。踏み倒して。いやもうそれはもうあばら折ったらいい。あばらも折って。うん、うわぁもうそんなやりたくなっちゃった。考えますよね、そういう事件があって自分ね、電車に乗ることも多いし、でもさ、きっとね、逃げられないっていうのね、その車両とか、まあ、隣の車両逃げてわーってなってた、うん、中にもイケイケの兄ちゃんとかさ、うん、きっとあの格闘技やってたとか、ボクサー、うん、ボクシングジム通ってるとかさ、いるのかもしれないですけどね、うんうん、なんていうの、そのあれなんていうの、自分を守るための護身術習ってる人とか、うん、いるはずなんだよ、うん、そんなでっかい電車だから、うん、でもできなかったんだろうね、あれ。どうやって捕まったの結局。なんか座ってて普通に警察、あ、お前何やってんだ、うん、あ、そうだったのみたいな感じだと思うね、うん、じゃあそんな抵抗しなかったみたいな、あ、じゃあもう本当に逮捕されて仕方ないみたいな、うん、なんか死刑になりたかったみたいなこと言ってたでしょ。あ、そうなの、うん、いや、勝手にやれよって話で、うん、巻き込むなよ、人をって思う。いや、本当だよね。ダメですよ、うん、他人に傷つけたら。他人を傷つけたらダメって言って、こっちは骨折るとか、ね、悪いことしたらね、その成敗しないと。守んなきゃいけないと。そうそうそうね。うん。うん、いやー、どうするかな、本当に。だから、何も持ってないとちょっと逃げるかな。なんか、ベッドっていうか、まあ、寝てるところになんか武器置いてる？ないですね。ないんだ。あの、子供の剣はいっぱいありますね。プラスチックだ。うん、あんなにいくらあってもしゃあないしな。うちはもうすぐノックバットがあるから。うん、仙台商業の野球部からもらったノックバットがあるんで。まあね、なかなかでも、なんか、でかいのだと振り回せなかったりするからね。そうそうそう。うん、そうなんだよ。だあの、聖火のあれがあります。トーチ。トーチは。お前何だと思ってんだ、トーチ。人だけ言われてな、あれ言いたいね。形もなんか。尖ってるしな。形してるから。尖ってるしね。トーチがあれば何とかなるんだろうけど。トーチアタックね。うん、いや、もう本当にな、もうそんな事件嫌だな。うん、カバンで、うん、カバンの中に入ってるもので、うん、使えそうなものはない。いや、だから、あれだよ、ヒゲ剃り。ヒゲ剃りも顔面に投げる。あれ痛いよ、顔面に当たったら。もうそこかな、もう投げるっていう。うん。きっとね。あとはあれじゃないですか、もう、なんかスプレーとか持ってます？スプレー？あの、喉のスプレーぐらいしかない。ヘアスプレーみたいな。フィニッシュ効果みたいな。ないね、ヘアスプレー。そういうのがあればまだ、その、火で火炎放射器を作る。ああ、なるほどね。手もあるけど。ダイエスプレーみたいなの持ち歩いてないよ、じゃあ。うん、ああ。ちょっとひるむじゃん。いや、めちゃくちゃひるむよ。
その時見た人はあいつ犯人だってなるぐらいよね。あいつ火出したっつって。なんかあるかな。なんだろうね。で安全靴とか結構普段から履いてる人もいるじゃん。うん、あれは蹴られたら一貫の割れだからね。鉄板入ってますからね。鉄板入ってるから、うん、もうあれ弁慶をさ蹴っ飛ばしたら終わりだよね。うん。いや、ないよ。もう、スマホぐらいじゃない。小銭。銭型兵士じゃないんだから、なかなかそんなできないよ、お前。でも、突破ファイルで小銭を投げつけるっていうのがあった。ああ、あったね。うん、あった、まあ。痛いからね、小銭もね。ワックスあるわ、ヘアワックス。ヘアワックスを目に塗る。嫌だよ、あれ。でも、退治してるやつが、うん、この危機的状況で、ヘアワックス取り出して指につけ出したら、うん、こいつ何してすんだよ。え、この状況で何をする気なの、怖い怖い怖いとはちょっと思うよね。ずっと取って。うん。それを持ってこう向かってこられたら、何するのお前ってなるよ。確かにね。なんかすごいことできんの、いやもう柳屋のポマードなんか目に入れられたらアウトですよ。本当に。だ途中で、あ、こいつ目に入れようとしてんだって思ったらそんな別にあれだけど。なんかわかんない。なんか爆発できる何かがあんのかとかさ。不安にはなるじゃん。ワックス一個持って、指に持ってこられてもさ、俺でナイフ持ってんのに、何こいつナイフにワックスで。何何怖い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 って逆に思う。近くに行った時に目に塗ろうと思ったら、頭に塗って、自然とオールバックになる。何オールバックになってるよ、もう。柳屋さん。違うんだ。そういう、ロカビリオールバックになってんじゃねえかとか、そういうことをするやつって言わないと思うんだよ、たぶん。俺たちは言うけど、お前オールバックになってんじゃねえかって、俺たちは言うけど、犯人みたいな人はいちいち突っ込まないと思うんだよね。突っ込まないね。何をこいつオールバックになってんの。それと最初から髪の毛に行くとかね。いやだぞ、お前。手でこうやっといて。シュッ違う。シュッ髪、シュッ。ものすぐ刺されてるけど、俺ものすぐ刺されながら、そいつをオールバックする。なんでって思うし、でも俺らは言うけど。なんであいつ、なんであんな状況で、あいつオールバックにしてんの犯人を。すげえ刺されてるんだよ。刺されてるんだよな。でもな、オールバックしてる。なんかだから、機械な行動するやつの方が怖いは怖い。と思うね、ちょっとな、相手もそういうつもりで来てるから、ね、でも周りにいる人を全員オールバックにするような犯人とかいないのかな。あの車両にオールバックが乗ってるよ、お前。面白いけど、もう実際いたらもう気持ち悪いじゃん。次俺の番だって。次俺の番だって。キャーってなってるわけですよ。別にいいけど。別にいいけど。なんだっつって。別にいいけど、俺ばっくりされても。うん。うん、だから昔ほら、なんか、ライブの帰りにさ、うん、電車乗ったら、なんか一人で騒いでるやつみたいな、うん、わーわー言ってるやつが電車に、まあ、ね、よくな。だけど、新宿とか。何々っつって。うん、話聞いて。話聞いてよな。話聞いて。何、どうしたの、どうした、どうした、騒いでっか、何、どうしたんだ。何について言ってたの、わかんないけど、ずっと騒いでんだよ。なんか、政治のことなのか何だかわかんないけど、うん。聞いてやったんだよ。はい。何なんだよ、うるせえな、つって。何が言いたいんだよ。何て言ってたんですか。いや、なんかよくわかんないことを騒ぐわけ。いるじゃん、なんか、まあまあまあ。わわいいながら歩いて。なんか、政治が悪いみたいなとか。だね、どうしたんどうしたんつって、うん、隣で挟んで聞いてやるよ。そしたら声は小さくなって。いや何言ってんだよって言いながら。何言ってんだよ。まだ何言ってんだよ。何言ってんだよって最後もう俺ら降りるとこ来たから、うん、もういいよっつって降りた。いや満載してた。いや本当にね、普通の何か周りの人も不安じゃん、まあまあ、あんな人いたら。もうなんか言ってから聞いてこいっつって。スカジャン着たいかつい兄ちゃんが、なんだよ、何言ってんだよお前。何言ってんだよ、どうしたどうしたどうしたっつって聞いてやるから。そう、うんうん、なんでだよ、うん、そうかそうかそうか、おいで、お前関係ねえじゃねえか。
みんなに言うことじゃねえだろ、それ。みんなも使えるのに言うことじゃねえだろ。みんなやってたな。うん、すげえな、いや、よう行きましたね。怖っ。いや、行くでしょう、そんな。うるさいんだから。だいたいほら、体格とかさ、そういうので我々は判断しますからね。じゃあほら、若いやつとかだったらまた違うじゃん。喧嘩とかになっちゃうけど、まあ、なんか酔っ払いっぽいさ、なんかちょっと、うん、ちょっとひょろっとしたおっちゃん、うん、なんかブツブツ言いながら歩いてる感じの人だったから、うん、まあ別にこれだったら勝てんだろうと思って、うん、それこそそういう人に限ってなんか持ってたりしそうじゃないですか。まあ持ってても勝てんだろうと思って言ってるから、こっちは二人いるから。そうそう、若気のイタリアだ。まあ、受けてたよ、店長。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですね。逆に二人の方に壊す感じます。俺らが降りた後、あいつスターみたいなんですけど。面白い人だったんだ。まあ、そういうやつだけだったらいいけどね。あとベビーカーが挟まって、二人でこじ開けたこともあるし。うん。すごいな。電車のね、うん。はい。あったな。うん、あんなの知られてたらもっと好感度上がるんだろうな。今あれはいないの、なんかギャング、なんかそのベレー帽をかぶった人、はい、カラーギャング、カラーギャングっていうかなんか守ってる人じゃん。そうそうそう、ガーディアンエンジェル。そう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 、いないのかな。そう、昔いたよね。いたよな、池袋とかな。いないのかな、同じ帽子かぶってさ、うん、治安を守る、いかつい感じの人だったよね。うん、なんか頼もしかったね、そういう、ああいう人らもう一回出てきてくれたらいいな。なんか市民警察じゃないけど。そうね、だ電車の中の事件なんかもちょこちょこあるから、やっぱそういう人がね、 いてくれると助かるけどね。警察官に限りあるからね。うん、何もないとほらなかなか警察も動いてらんないからさ。あれは何線、京王線、京王線、ああいうのって警察とか乗ってんのかな。いや、乗ってないですね。なんか、痴漢とかの私服警察は朝方とかね、もしかしたら乗ってるから、ラッシュ時とか。あ、まあ、警官というか、そういう見回り隊みたいなのがいるのかもしれないです。だそういうのもね、丸腰デカみたいな人乗ってないのかな。なんなの丸腰で、丸腰なの、丸腰なの。ただ、ものすごい憲法の使い手だから、そういう人、沖縄武術の使い手だから、あ、まあ、大概勝つんだけどね。ただもう素手頃でいくわ。ちょっとだからね、そういう事件も増えてるからね、そういうのも導入されるかもしれないですけどね。体鍛えて、そういうのやろうかな。治安を守るっつって。いいんですか、うん、やってもらって。若手連れてさ、うん、お前らちょっとうろうろしろっつって。体でかいのありますからね。ねえ。はい、中松とか強いからね。うん、まあまあ。あいつも沖縄美術でしょ。空手やってます。うん。あんなの、なあ、やってないんだよ。そしたら話題になるよ。うん。話題にはなるけど、芸人なのあの人っていうことにはなる。そして、怖がられるって、ね。うん。なんかわかんないけど、あの人気持ち悪いな。気持ち悪い。ずっと乗ってんな、電車に。ちょっと、嫌だな。携帯持ってても、助けを呼ぶっていうわけにもいかねえしな、そんな。ほいで、俺電車も別にそれがあったからって急停車とかしてないでしょ。あ、してないんだね、あれ。駅まで多分行ってるでしょ。駅までは行かないとね、お客さん降りれないからね。うん。いや、怖いこと、あんなのあったら、トラウマになって電車乗れなくなっちゃうよね。ああいう時どうしたら、なんかそういうさ、護身術とかサバイバルみたいな人いるじゃない、うん、聞きたいよね。ああいう時はどう動くのが正解なの。確かにね。うん、または知ってる人いれば、うん、あいう場合どうしてたらいいのか。あとなんかそういうちょっと怖い経験したけど、うん、乗り切ったっていう人とか、うん、実際ちょっと戦ってみたとか。そうそうそう。そういう人いたらまたメールください。まあ、海外でもね、聞いてる方いらっしゃいますし、怖い目にあったりね、うん、してるかもしれないから、私はこうしましたとかね。あれじゃないっけ、新幹線
日本刀振り回したやつ、止めに入ったやつ刺されたんだよ、確かに。止めに入ったのか、もう最初にやられたのか、うん、2人ぐらい亡くなってる気がするね、うん、で、なんか座席が取れるとかね。ああ、そうそうそう、そういう話ですけどね。そうそう、うん、だからそういうことも考えるけど、うん、いざそれやってみないと、その場に来て急にやってもできないかもしれないし、だから普段の、うん、だから俺一個あんの何にもないってなった時に何かあるとすればベルトしかないんですよ。ベルトね。ベルトも痛いじゃない。痛い。ただその代わりズボンは落ちてくるんです。そこだよな、うん、そこだよね。そこなんだよ。だから下を、まあ、ベルトしかないと、うん、でベルト取りました、うん、落ちてきてもつれて転ぶかもしれないから、うん、ズボンを脱いでおくと、うんうん、トランクスだ。そう、それもなんか違うじゃないですか、うん、そうするとなんか逆にキャーって言われる、逆にみたいなとこ、どっちだみたいなね、あるじゃない。あ、なんかトランクスになってる方が悪いんじゃないですか。その難しさもある。まああるよね、うん、それコントにできるね。でも助けようとしてる人がある種空気階段のネタみたいなのは。そうだ ね、 ね、パンツ一丁、ね、いや俺だから前もラジオで言ったかもしれないけど、痴漢、うん、退治してるからね。あ、なんだっけ、山手線で、うん、夜だか朝だか忘れちゃったけど、人少ない、ね、人本当に少なくて、俺その車両には、まあ、俺が座っていて、うん、斜め前に女の人が座ってて、もうちょっと寝てるわけ、うん。そういう車両だったんだけど、どっかの駅でおっさんが乗ってきて、うん、ガラガラの、うん、なのに、その寝てる女性の隣に座った、うん。もう結構くっついて。うん、んで、なんかこう、とかって、もう酔っ払ってんだけどね、そいつ。夜かな。夜かな。朝方酔っ払ってるやつだったかな。なんかわかんないけど。うん、なんかこう髪の毛の匂い嗅いだりとか、何やってんだろう。そしてカバン持ってたの、そのおっさん、うん、でカバンで自分の股間を隠して、うん、ちょっとこうなんだろう、足を前に伸ばしてこう椅子を浅く座って、うん、ゴソ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 股間を触ってる、うん、で多分出してるんだよね。何を。おちんちんを。大胆な反抗して、伊達さん前に座ってんでしょ。俺も座って、まあちょっと寝たくりしてんだけど、なんか気持ち悪いやつ来たら、うん、でもそいつは分かんない、お前でっていうことない。いや、だって俺、だったら俺隣座れ。座っちゃもうむしろ正面でっていう。正面じゃない、ちょっと斜めなんだよ、うん、何やってんだろうなあれっつって、うん、そしたらその女性のそばにギュッと近づいて、うん、こうおちんちん触ってるから、うん、うわ気持ち悪いと思って、うん、俺も起きて、うん、大きい声でコラーっつったの、うん、それ何、動いてんの電車。電車動いてるよ、うん、コラーっつって、うん、大きい声、うん、そしたらその酔っ払いがブワーンって目覚めて、うん、目覚めてっていう寝てた。あのふとこうなってハッてなって、ハッてなって、そして俺を睨みつつ隣の車両行った、うん、すぐ立ち上がって、出しの、いやもうゴソゴソしまって。で、隣の車両に歩いてたんだけど、うん、その俺のコラーで、うん、その女の人も目覚めてた。そしてその、こう気づいた時にはもうおっさんは立ち上がってるから、うん、で、俺を睨んでるから、うん、もう俺がコラおじさんみたいな。女の人から してみれば、うん、何この規制派して、うん、大きい気持ち悪い、何この人。バカみたい、何コラって、うん。で、その女の人も俺を睨みながら、うん、その痴漢の後ろに、痴漢と後ろに息をついてきた。その車両に俺が残る。切ないですね。切ない。でも、まあ、未然に防いで。まあまあね。守ったのにね。うん。今日気持ち悪い人いてさ、っていう。でっかい声で、こらこらっつってこっち見てんのよ。今もそういうなってるかもね。ね。うん、まあもし聞いてたら、うん、その人ね。実は守られていたんですよ。ね、そうですよ。ね、分かってもらえればと思う。ね、お疲れの OL さんだったかな。うん、私助けましたよ。うん。ね。さあ、そんな時にね、聞いてもらいたい一曲を。わかりました。サンドウィッチマン。ラジオやらせろ。
さあ、ということでございますよ、はい、うんうん、まあまあ、本当にねえ、わけわかんない人がいたりするからさ、うん、ちょっとね、怖い世の中にはなってきてますけど、比較的世界で言うと日本はそういう方は少ないと思うんですけど、そういう悪いやつっていうのはね、うんうん、人の目もたくさんあるし、うん、携帯もみんな持ってるからすぐ犯人も捕まるんでしょうけど、うん、ただもうその一瞬一瞬はやっぱ怖いから ね、まあ、ね、気をつけてもらわないといけないね、うん、そうですね、誤信っていうのも考えないといけないな、うん、いや本当に結局自分の身を自分で守るっていうのを、まあ別に俺らはさっき言ったように戦いに行かなくてもいいけど、うん、ちゃんと逃げるなら逃げる、うん、なんかね、自分の家族とか、うん、そういう人たちが被害に遭ったら、もう男はやっぱ立ち向かうしかないし。まあね。うん。いや、だから結局ね、我々で言うと柔道とかやってましたから、ラグビーとかね。うん。いざという時はそういう何かが出るのかもしれないですけど。なんかね。うん。大体の人は何も習ってないですからね。うん。うん、あとはもう田中を盾にね。うん。進んでいきますよ、あれ、柔道でさ、うん、結局、寝技、はいはい、今朝方のさ、うん、縦四方、紙四方があるけど、うん、あれで結局何十秒、30秒、うん、で1本。1本。っていう競技じゃないですか。うん、で、中学校なんかじゃ締め技とかあんま習わないから、うん、いざそうなった時に、うん、俺は多分、今朝方のしかできないわけ、うんうんうん。どうするその後。今朝固めされてもね、うん、まあまあでも、まあまあ、締めちゃえばいいんじゃない、武器はほらまあなんか話せたとして、うん、いざガッて押さえて、うん、今朝固めに入ったとして、うん、次の駅まで3分、うん、特に1本1本だよね、1本はもう取れてるんですけど、うんうん、左手相手の左手は自由、自由なんだよね、うん、だからなんかね、うん、髪引っ張られるのかなんかされるのかもしれないけど、うん、まあいわゆる反則と関係ないからね、長いぜその3分、長いなー新幹線とかだとやばいよ、わあもう次の駅まで1時間、ね、うん、大宮で大宮過ぎたあたりでそういう状況でさ緩められないじゃない、うん、緩められない、いや新幹線止まれよ何通常運行してあ止まれよ、大山とかで止まるだろ、そういうこと、そうそう、それもしんどいなっていう ね、 ね、抑え込んだはいいけど緩めたら殺されるし、うん、いやそうだよ、このまんま締められ気絶、いやもうでも今朝方だって締めちゃえばいいんじゃない、締めれないでしょ、締めれないかな、うん、首だからちゃんと締め技とか習っとけばよかった、でもなかなかさそういうバッて言ってて締める技の体勢にも入れない、まあそうだね、後ろに回ってこんなことできないでしょ、うん、なかなか、いや難しいなぁ、難しいですね、何を習ってんのが一番いいんだろうなぁ、剣道はさ棒持ってないとダメじゃんっていうイメージだけどね、うん、やっぱグレイシー柔術とかじゃないですか、柔術ね、倒れた時にも倒せるもの、うん、立っててはもちろんだけど、うんうんうん、まあ倒すためにはでも空手ボクシングだから、柔道もほらやっぱりろくでなしブルースの島袋はさトイレでは何もできなかったからね、トイレで火災を投げれなかったね、投げれなかった、狭くて、だから島袋さんは狭いところで弱いヤヒロが言ってましたよ、そうそうそう、お前今見てるからだろそれこの間バカみたいにコンビニでめちゃくちゃ分厚いろくでなしブルース買ってました、店コンビニ行った時にもういっぱいあってさ、あこれあんだこれって帰り見ようとしたら一個も残ってなくて、富澤の袋みたいなのもあって、全部買ってたからね。持ってるんですよね。うん。古くなる、ね。いや、そうなんだよね。まあでも、いかんせん、やっぱ地獄好きが一番、一番習ってほしいの。地獄好き、地獄好きです。あれはもうなかなかです。一回田中にやってみようか。やめてください。地獄好き。地獄好きやばいよ。ね。本当に最大の誤信だと思うね。知らないっていう人はちょっと動画で地獄好き、地獄好きはもうやられたら強烈、ブッチャーブッチャー地獄好きで調べたよね、うん、あと女性がもし戦わなくちゃいけない男と、うん、もう金玉ぶん蹴っ飛ばす、もうあれもう急所ですから、握りつぶすからね、大体、うん、だから後ろから来られる女性なんかね、うん、時にその足でガッて、うん、これあの
ブラックタイガーの必殺技だしもしれない。プロレスもね。あったね。よく、タイガーマスクがやられてましたね。それブラックタイガーで調べたらまたそれも出てくる。エビが出てくる可能性あるけどね。ブラックタイガーで最初に出てくるの多分エビでしょ。まあちょっと何か習っといた方がいいかもな。なんかね。習うなり。なんか、ね、何か見るなり。うん。いざという時の、まあまあね、戦わないことが一番ですけど、逃げれればね。うん。そういう自然災害もあるけども、そういう人災というかね、そういうやつも、そういう場にいる可能性もあるからな。ね、何かこう気張ってないとね。ということでございます。はい。地獄好き、皆さん、検索してみてください。はい。また来週です。サンドウィッチマンでした。